ね、えー、アカウントを強くしてって、同じ商品を出しても、まあ、多少高くてもね、カートが取れる。あるいはね、同じ値段な,なら、まあ、カートが取れるというアカウントを作ることが、まあ、アマゾンで設ける、えー、大きなコツの、まあ、一つというか、コツの一つというか、もう大部分ですね、なんですけど、まあ、その中で大切なことはですね、えー、その商品を売って、売り続けて問題が起こってないというのがね、 え非常に重視して見てるポイントです。Amazon が出品者を重視して見てるポイントです。でそのためね、売れた商品の補充は、えー、必ずこのセンド、えー、リプレッシュリプレニッシュインベントリーで行ってください。これね、えー、追加でまた普通に出品っていって商品,商品をえ新たに追加していっちゃうと、まあ、すでにえ商品を販売した実績ポイントが加算されないです。 だからね、はじめえ、何言ってんだろう、保管法、補充方法、これでいいのかなと、わかんなかったらね、この手順を画面キャプチャーで撮って質問してください。あの、これでちゃんと合ってるかどうかチェックしますんでね。これ非常に重要です。で、Amazon が見るポイントというのはね、まずその商品が閲覧があれば売れると。<laughs> ね、みんないくら見に来ても売れないってことは、 まあ商品が魅力がないか高いかね、いずれにしてもあんまりよろしくない商品であるということが言えます。まあそうじゃなくて見に来れば売れると。で、購入者からのクレーム返品がない。まあ売れたら今度はね、えー、商品買って、買わなきゃよかったとか、返品したいとか、えー、返金しろとか、まあそういうクレームがないと。で、まあこの出品者は売れる商品を売って、しかも売った商品を買った人満足してるということになればね、まあこの出品者に売る同じ出品者がいれば、 ね、えー、何人もの出品者がいれば、その問題のない出品者に売らした方が、まあ、顧客も満足する可能性が高いということで、えー、a z o n はどんどん優遇していって、まあ、以前から参加して強いアカウントを持ってる人に新,入新規参入者は叶なわないという状態になります。ね、今アメリカがもう今から新規参入してもかなり初期段階で苦労しますんでね、えー、相当なお金をはじめに、えー、ぶっ込む気持ちがないと、 アメリカ、アマゾン、なかなか取り組めませんけど、まあ、オーストラリアはまだね、えー、全然ライバル、実質いないんで、まあ、これからのところですから、まあ、こういうのをね、きちんと手順踏んで補充するとか、えー、ちゃんとした商品を売るというのを重ねていけばね、えー、どんどんいいアカウントになって、えー、稼ぎやすい状態になりますんで、まあ、補充方法とかね、アマゾンへの、ね、返事とか、あるいは商品そのものの選び方なんかには、えー、気を配って、えー、取り組んでください。 まず補充方法はこのね、えー、新たに商品を追加しないと。えー、新たに商品を追加しないってすみません。分かりにくいですね。同じ商品は同じ、えー、このセンドリプレッシュインベントリーで、えー、補充すると。初めに出品した時と同じようにまた出品しちゃうと、えー、台無しになりますんでね。えー、同じ商品は、えー、このセンドリプレッシュインベントリーで補充する。で、関連商品は追加すると。 いう形でやってきますんでね。まあ何しろ初めの何回かは売れた後、これで補充でこういう商品を追加しますというのをね、いちいち確認してもらった方が間違いなくていいかなと思いますんでね。お気軽にご相談をお使いください。